皆さんこんにちは、ロキの大輔とミクとヒカルです。はい、というわけで、前回、ヒカルのアイメイクのシャドウをやったので、今日はヒカルのアイラインとアイブロウ、アイブロウやっていくと、やっていこうと思うんですが、ちょっとヒカルお手を外していただいて、おお眉毛がない眉毛がないです。眉毛もう中学校ぐらいの感じの眉毛なんですね、これ。昔多分眉毛抜きすぎても変えてこなくなっちゃったみたいな感じですけど、はい、これは難しいですよ。これ難しそうです。これは難易度高めですね。もうメイク上がったの僕でもこれが難しそうっていうのは分かります。じゃあ前回と一緒のみたいに、ミキさんにレクチャーしてもらって、次僕が片方やるって感じな。今回に関してはかなりの差が出るのではないだろうかというような動画なので、やってみましょうかね。はい、はい、じゃあヒカルの眉毛をやっていきたいと思います。まず見てわかるように、はい、短いですね。短いのでまず長さを足してあげましょう。ある程度形を作るためにペンシルよりはこういう筆を使いながら、シャドウである程度の太い線を描いていく感じですね。なんかイメージだと普通にペンでペッペッペッってやるような感じの。そうですね、それは後からそれをちょっと足していく感じです。最初はちょっと太めな感じのシャドウでぼかしていく感じにしてから、はい、ペンシルで足りないところを毛を作っていくようなイメージで。ないですからね。そう毛がないです。毛を作っていきます、ペンシルで。わ、はい、かりました。そんな感じでやっていきたいと思います、はいはい、まずシャドウでこのぐらいのちょっと薄めな色から攻めていきます、はい。むずいなぁ本当に。これである程度その眉毛の形というか額を作るような雰囲気ですね。そうですね、ふわっと作っていく感じで、結構これでもなんか、そうですね、ある程度の形を決めていってから、はい、このペンシルを使っていきます、はい。もうできてきたな、ね、マジでむずいっす、ほんとに。で、ペンシルでこんな感じです。なるほど。で、かなりでももう眉毛ですね。眉毛ですね。最後にちょっとこういう眉毛専用のハケを使って整えていきます。すごい、全然違う、全然違う、こんな感じで。これで眉毛が完成したので、はい、次はラインをやっていくんですけど、はい、まあ、黒だとちょっと強いので、うん、ちょっとブラウンを使ってやっていきます、はい。今日はこれのブラウン、オレンジブラウンですね。これ絶対むずい。これはむずい。でも感覚以外の何物でもないです。一回一回目開けてもらって、今ちょっとだけ目の際、あんまり目尻出さずにやったんですけど、目尻をピッと出したい時とかだったら、もう少しちょっとこう皮膚を引っ張りながらやるといいですね。軽くピッと引くぐらいですね。うん、ちょっと違いますね。こんなんでいいんじゃないかと思います。3分の1、2ぐらいから引きます、うん、こんな感じで。なるほど。前回よりも結構なんか感覚な感じが強いで、うん、こっちちょっと隠してもらって、全然雰囲気が違う。そうですね、もうすっぴんだけど。じゃあ次は、じゃあ次は大輔さんがやってみましょう。はい、というわけでミクさんが今こっち半分を完成したので、次僕がこちらを。難しいですよ、はい、やっていきたいと思います。このこいつで、これで額を作っていく。そうです、そうです。うわ、むずー、これ。これ僕めちゃくちゃうまくできたらすごいですね。いかがですか。まあ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 。じゃあこれでペンシルでこの全体的に毛を足していく感じですね。
ピッ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 。絵みたいな。あ、絵です。塗り絵みたいなもんですよね。塗り絵、塗り絵。痛い？あ、やばい、やばい気がする。なんかやばい気がするな。もうなんかやばい気がするよ。シュッて。いやいや、めっちゃ下手やん。え、めっちゃ下手だこれ。え、やば。そっからまたシャドウでぼかすんで、はい、じゃもう一回周りを、これで周りをぼかす作業です。いや、これはちょっと下手いな。自然。すごい自然。全然違うじゃないですかこれ。出ちゃう。右と左が別人みたいになってる。むず。いや、結構むずいな。むずいですね。うん、対象というものが、そうですね、見てるんですか。うん、じゃあもうちょっと頑張りましょうか。え、こいつで補えるもんなんですか、もはや。こいつらはそれで埋めていく感じですね。まあ、僕の全力がそうですね、こんな感じですね。が生まれて初めて誰かの眉毛を描くという作業をやったので、初めてにしては、はい、いいんじゃないでしょうか。優しい。あまあまだだ。はい、早いんです。これもマジ生まれて初めてですからね。こう後ろにペッて刺すみたいな。文房具の容量じゃないんですね。できないタイプ。あ、できないタイプ。この際をちょっとこう、際をちょっと引き上げながら、引き上げながら。あ、これは失敗する。そこから、ここ真ん中ぐらい、ちょっと端から。あー、これはちょっとまずいな。あ、めっちゃピッてなってた。ピッピッでいいんです。ピッでいいですか。僕の手でヒカルの顔がグーになってるんですけど大丈夫です。あ、ほくろができちゃった。こんな感じですかね。あー、なんかペッてなってる。まあ。ゆくさんは僕にめちゃくちゃ甘いんですよね。まだ1年目ですからね。あ、そうです。1年目の初日ですから。そう。まあ、本当はこれは埋めていく感じの方がもうちょっといいんですけど。そうですね。じゃあ、はい。どうでしたか？前回のシャドウをやった時よりもかなりの難易度の難易度だなって思いました。指がブレるじゃないですか。だからめちゃくちゃむずいし、なんか僕が一番気になったのが、僕がプッて笑った時に光る部分に僕の息がベーってなっちゃうのが、あ、なんか嫌な思い出で、距離を過ぎから、ね、マスクをしてやろうと思いますけど。ちょっともう一回光るんです。これちょっと本当に分かりづらいけども、これなんか画面上で見ると意外といけてんじゃねって思うんですけど、これ見るとかなりの左右差が半端ない。眉毛もなんかもうこう合ってますもんね。じゃあミクさん、これ点数つけるなら何点ですか？40。あんだけ言ったっけ？いいんじゃないですかとか言ってて、な、40点です。40点。まあでもこれが45点。もうちょっとですね。そうですね、全然まだラインの感じを少し綺麗に描けたらいいんじゃないでしょうか、ね。ミクさんの足元にも及ばないですね。まあというような感じで、今日はかなり左右との差ができてしまいましたが、でも自分の眉毛を描いてみたらいいんですか？そうですね、僕も眉毛あんまりこっち側ないんで、ああ、機会があったら僕の眉毛もやってみましょうかね。やってみましょう。はい、まあ、これからもいろいろ楽しそうな動画のをネリネリしてるの で、 そうです、ね、はい、ちょっと楽しみにして楽しみ、はい、前回言い忘れたんですけど、あのチャンネル登録と、何ですか、いいねですか、うん、はい、あのよろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバイ。